It's the time. Time to start NYK 再建プロジェクト。What was my、挨拶? ソータローピース。ソータローピース。ちゃんと覚えといてくださいよ、それ。Let me do it again. お願いしますよ。No, that's funny though, that's funny. You should keep that. 定着してねえや。本人が定着してねえ。ちゃんとやっとけよ。すいません。ソータローピースで始めます。ソータローです。リクト F です。あ、こっちや。Go Knicks。Go Knicks。まあ、ニックス不在のままね、熱いプレーオフが始まってますけれども。はい。プレーオフの話題行く前にごめんね、いきなり話題変えて。I'm derailing right now, but... Derail Revis. Derail Revis time. 思いつきで言うけど、はい、We made another sneaky, really good hire from the Jazz. よっ。よっ。よっ。頑張ってるよ、ニックス。リオン・ローズ、悪くないんじゃねえか?悪くない。スタートはいいですね。スタートはいい、スタートはいい。うん、選手取れるかどうか、まあ別問題として、今んとこティボドーのいわゆる弱点と言われている育成のスペシャリスト、先週ね、言ったのはケンタッキー大のアシスタントコーチのペインさんを取った。で、もう育成のスペシャリストね、もう一人、ジャズの超優秀なアシスタント、名前飛んじゃったけど俺、みんなわかるかな。それはちょっと調べて、それはまずいね、調べてください、はい、結構もう先週でしたよね。だからジョニー・ブライアント、ジョニー・ブライアント、ジャズの、育成で有名なね、ジョニー・ブライアント、アシスタントコーチをシュッと引っこ抜きました。もうこういうところに金に物を言わすんだったら俺は大賛成かな。そうですね、やっぱりトップから、うん、選手をこう KD をサインしよう、カイリーをサインしようじゃなくて、やっぱトップがしっかりしてないと選手たちも来たくないですからね、うんうん、だから現場のね、そのじゃあどういうスタッフィングなの、誰がいるの、うちの選手どうやって育成してくれるんですかってね、そのみんなも思うし、家族も思うし、大学の監督とかもきっと思うからね、やっぱあのオーガナイゼーションに行ったらお前伸びるぞっていう、そういうね、で伸びた後はティボドーがもうがっちり現場で使いこなすっていうね、そういう一応図式的にはちょっとずつ出来上がってきてるんで、ちょっとずつグッジョブ、ちょっとずつグッジョブね、グッジョブじゃなかったのは、うん、ドラフトロッタリー、あれはさ俺はもうちょっとまあ、みんなねバカにすんの大好きだから、全然自虐ネタで言うの全然いいんだけど、そもそも6じゃん今回プロジェクトね、予想が、はいはい、6位から8位の、ね、2枠ダウンなのよ。確かにそれはまあね、3位に行った、ね、2位に行ったウォリアーズとかに比べたらね、またニックスかわいそうな目に遭ってるよって思うかもしれないけど、今回のドラフト、正直超谷間のドラフトって言われてるからさ、もうベスト2って言っていいのかな、もう4から下はぶっちゃけそんなに評価がその6も8もあんま変わんない。ぶっちゃけベストが誰かもわからないドラフトですね。わかんないわかんない、うん、わかんない。だから同じような実力の人を6枠で獲得してかかるお金と8枠で獲得してかかるお金だと6の方がお金かかっちゃうから、同じような実力だったらそれこそ12位とかでもらっちゃった方がいいね、本当。そうですね、うん、多分このドラフトはなんか後から見て5年後とかに見た時にトップ5よりも、うん、こう7位ぐらいから16位ぐらいまでが意外と良かったなっていうようなことになりそう。隠れたダイヤが後から分かるっていうね。そうですね、分かりやすいジャーモラントとか分かりやすいザイオンとかみたいなのがあんまりいない、今回はいない、うんね、だから名前的にはラメロだけど、ね、でも彼もね大きい穴ありますからね。そうね、うん、だから俺はねもう
レオン・ローズはもう板伝のようにストーカーのように、ボブ・マイヤーズに連絡毎日も朝昼晩もうあ間違えちゃったごめん誤発信っていうぐらいごめんごめんケツに携帯入れてたらなんかお前の番号かかっちゃったごめんごめんみたいな電話しまくね英語レッスンします。そういうのを英語ではなんて言うんですか、宗太郎さん。なんて言うんですか。トローリング。ケツのケツのケツの電話。あ、ケツ電話。ケツ電話なんて言うの？俺ケツ電話なんて言うかわかんねえよ。バッダイオ。バッダイオ。バッダイオいいね。バッダイオもいいし、もうあの。バカなふりしてなんかあごめんなんかすっげー久しぶりに使ってなかったフェイスブックなんか開いたらなんかあのエージェント時代のなんかグループかなんかでお前出てきたんだごめんねみたいななんか思い出して急にちょっと連絡してみたんだけどみたいな。リオン・ローズみたいおっちゃんらしいあれですからね。おっちゃんらしい現実味ありますから、ね、うん、ごめんごめん、なんかあの全然使ってなかったLINE グループ、あの昔のエージェントの時の LINE グループなんか急に出てきてさみたいな、ごめんねみたいな。絶対検索しねえと出てこねえだろうってそうそうそう、あれ俺らなんかあのエージェント仲間だったよねみたいな、急に急に仲間意識出してボブ・マイヤーズに連絡してほしい。そうですね、うん、でマイヤーズに連絡してからは、うん、なんですか、どういうプランなんですか。まあだから2巡本当に欲しいんだったらステップアップして2巡目が欲しいんだったらゴールデンセットウォリアーズはもういらないからね、あの2巡目はね、うん、だから危ないような気もしますけどね。あのマイヤーズって、うん、うん、あとマイヤーズは賢いから、うん、こうじゃあナンバー2ピック上げるから、うん、それならまあミッチーでもちょうだいって言われたら、うんうんうん、これはデンジャーゾーンですよ。デンジャーゾーン絶対に、うん。もうだから電話する前にあのすっとぼけて電話する前に聖域を決めとかなきゃダメよね。もう絶対アンタッチャブルな、ね、もう触れない人っていうのはもう RJ とミッチだよっていうのはもう、はい、自分の心に10回 RJ とミッチは聖域、 RJ とミッチは聖域ってこう唱えてから板伝するっていうね。それなら賛成です。 しないとね、はい、逆にあのウォリアーズパワーフォワードはあの必要なんじゃないみたいな。そうですね。うちなんかノックスはのあとポータスとかいるよ。ポーティスいらんって絶対いや、わかんないわかんない。ウォリアーズが何いるかはわかんないから。わからない。ウォリアーズ、うん、そうそう。いるよみたいな。ポーティス、ほんまはあげたくないけど、うん、そうそう。じゃあ、タッチあげるから。すぐ優勝したいでしょみたいな。ね、ウィンナウやったらやっぱタージみたいな。ウィンナウだったらもうタージとかポーティスとかランドルとかいるぜみたいな。ランドルね、ランドル、うん、いるよ、ランドル左利きだよみたいなね。そういうスーパースターですからね。そうそうそう、彼はドレイモンドとランドル一緒にコンビにしたらもうそういうなんじゃないみたいな。強そう。もうまあちょっとこれ言っちゃったらお前ら優勝しちゃうなみたいな。あ、お安いもんですよね、ナンバー2ピックなんて。うん、まあ、うちはだからもう当たるか当たんないか分かんない、ナンバー2ピック、ね、分かんない、うん、分かんないけど、まあいいよいいよ、全然もらうよ、うん、こっちがこうヘルプしたい。そう、こっちから電話してんのにね、うん、すっとぼけた電話して。まあでもそれぐらい、どんだけ、うん、それぐらいやっていいと思うよ、ぶっちゃけ。まあ最初のオファーはね、それぐらいやっちゃってもいいかもしれない。最初はもう何でもいいんだから、もうそれぐらいやってもいいと思うよ、多分。うん。うん、そう。だからゴールデンステートはね、本当あれいらないからね、あの2巡目はね。いらないですね。うん。多分。まあ。多分いらない。うん。うん、だってもう、今本当に勝ちたいのにさ、そんなルーキー入れてさ、超即戦力ってザイオンクラスとかじゃないと無理だもん。しかもポジションも限られてるじゃん。そうですね。ちょっと、うん、ワイズマンどうかな、あのラインナップにワイズマン入れたら面白いかなとは思うけど、
でもワイズマンだったらもうウィリー・コリースタインとかもそのまま超安い金額でもうすぐ補充できちゃうから、それぐらいだったらまあそうですね、種類的にはそうかもしれないですね、うん、種類的には今もうビッグマンはもう本当に日雇いバイトぐらいの速さで雇えちゃうからさ。確かにね、うん、リムランナーとはいえそう、うん、大穴でやったら面白いなって思うのは、まあリスクあるけどラメロウォーリアーズが取って、うん、例えばステフの負荷を軽くしてあげて、ステフがオフボールで、うんうん、あんまりこう体も消耗しないで済むようにしてあげるために、でステフのピークとラメロのピークずれてるから、うんね、ステフの補助サポート役をラメロが 2,3 年やった後にその後ラメロの時代作ってあげてもいいよみたいな感じでやったらちょっと面白いかなとは思うけどね。確かにちょっとワイルドなショーン・リビングストン役をやってもらうみたいな。そう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 、うん、でもショーンの鉄板のあのローポストのターナランシュートがねあるから、まあそうですね、新人にはちょっと難しいかもね、その役は。鉄板技持ってなかったらちょっとね。うん、確かに。じゃあもうニックストークはあれですかね。トークはまあいいとしてプレーオフは熱いからね、プレーオフの話しようね。はい、ちょっと1ラウンド目どうよ。もうすげえ激アチだね。もう暑いし試合が多い、多い、多すぎる試合がちょっと多いですね。今一番しんどいね俺ら的には。今うん、1日、うん、だって1日10時間4試合連続で見て、いやもちろん嬉しいですよバスケが戻ってきてることは、うん、でも何にもできないんですよ他にやること。もう家事とかもできないし、うん、ずっと見てるから。メールもチェックできないもんだ。メールチェックできない、うん、ほんまに CM の時だけしか他のことできないから、もう早よ終わる。タイムアウトの時だけだよね。タイムアウトの時だけ、うん、だからまあ正直トロント、うん、あとセルティックスの、うん、ね、ちゃんとスイープしてくれてありがたいですね。いやいやもう本当にもういい、もういい、まあ、ありがとうありがとう、ありがとう、分かった分かった、ありがとうありがとう、ジェントルマンスイープとかいらんからいいと思う。4-1 とかいらない、もう4-0でいい、もうありがとう、買っちゃってください、うん、はい、もうなんか年間パスかなんかあげても帰ってもらった方がいい、ディズニーとかなんか。そうですね、うん、じゃあ終わったシリーズかっこまあ終わりそうなシリーズで、うん、一言ずつじゃあ言います。うん、それぞれのシリーズについて。うん、まずラプターズ、オーランドネッツ、あ、違うネッツ、ネッツ弱すぎても、全然注目もして、ラプターズネッツね、はい、いやリクト君がさワンチャンスあるっていう、うん、あれ惜しかったな、あれ惜しかったな、去年、ね、ラプターズとやった、うん、オーランドがそのワンチャンス使った。そうですね。そうですね。ゲームはいきなり勝ったからね。うんうん、まあネッツはね、全然俺別に胸張って帰って全然いいと思うし、ただ今日だっけ？今日月曜日だけど、うん、ラウリーに引っかかって怪我しちゃったの、足首。はい、あれいらなかったな。そうですね、うん、こうもう終わりかけてるシリーズでああいうのは見たくないですね。ラプターズネッツのシリーズは完全にもう避けようとしてますね、うん、宗太郎さん、もう次のシリーズ行ってくれて、もうセカンドラウンドに向けて、もうセカンドラウンドへのもう準備運動だから、もう準備運動ですね、準備運動強えわ、だって何点強い、155点とか取ってるじゃん。だあれはすごいわな。何の競技かなって思ったもん、俺だって。うん、違うスポーツじゃねえの。ゴーツーガイがいない割に、こう、いろんな武器があるから、うん、勢いに乗ったら危ないですよね、他のセルティックスにとっては。うん、そのラプターズの。ラプターズは強えよ。うん。
うん、まあ前も言ったけど、そのGoTo ガイがいない代わりに全員が7から8のその能力で来てるから、うん、その誰もこう捨てられないっていうか。そうですね。あとはまあちょっとね、あのゲーム2でネッツが勝ちそうになった時に、そこで本当は期待してたんですよ、うん、あのじゃあネッツがこう最後の10秒でリードを例えば取った時、取ったとしたら、うんうん、ラプターズ誰で来るのかなっていうのが、うんうんうん、でも結局それも見れず、そう、ね、だから、うん、なんかそういう準備運動、そういう意味での準備運動がなかったのは、もしかしたら2回戦で、うん、2回戦になってから、うん、じゃあこれトライしてみよう、シアカムで行こう、うんうん、バンフリートで行こうとかって言ってるようじゃちょっと手遅れになってしまうのかなっていう心配はあるんですけど、うんうん、どうですか総太郎さん。逆にそれが相手チームからするとスカウティングの人が超大変だと思う。確かに誰にスカウティングレポート絞っていいか分かんねえから、もう全員分やんなきゃみたいになっちゃって。確かにね、うん、実はラプターズの中ではもう決まってるっていうパターンがあり、ね、うん、うん、そうそう、だからね、だけどまだ見せてないからみたいな。うわ怖い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 、まだ見せてないチームって言ったら多分ラプターズがナンバーワンですからね。ナンバーワンじゃない多分、うん、だってもうバックスのこととかも多分あの家帰ってじっくり見る余裕あるからさ、もう見てんじゃない、もうどうしたどうした、うん、みたいなの、調子悪いのみたいな。じゃあちょっとバックスに移ります。バックスマジック、うん、ね、バックスはさ、やっぱりもう前から分かってることだけど、その3ポイントは打たせてるじゃない、わざと。だからそのシューティングチームに対しては弱いから、そのガソル、イバカとかに対して苦戦すんじゃねえかっていうのは前々から言われてるから、ラプターズとのマッチアップが超俺は期待してんだけど、あんなに1試合目から露骨にあのマーケル・フルツ以外全員もう外出てシュート乱れ打ちしたじゃん、もうこれ以上もう失うもんねえやみたいな感じで、もうブセビッチとかにもバッコンバッコンやられちゃったから、あれはもう作戦だから、オーガナイゼーションとしてのそのルールだから別に分かってたんだけど、あんなやられちゃうんだみたいなね、うん、ちょっとびっくりしたね俺、うん、確かにね、マジックは普段スリーポイントシューティングが結構下手なチームですから、うんうん、いきなりねあそこまで打たれた、うん、でもそうですね、トロントも危ないですけど、マイアミとかにもそんな簡単に勝てないんじゃないかな。危ない危ない危ない、あそこ3ポイントシューターめっちゃいるし、シューターすげーからだって、うんうん、でジミーだっていざとなったら3、やっぱプレッシャーかかった時の3はジミー入るからね、やっぱなんだそうですね、うん、ほんで厄介なのがこう、まあ、打たないといけない時は打つけど、普段は無理なシュートを打たない、うん、結構空いててもパンプフェイクして中に入って、ね、うん、ロビンソンとかヒーローとかにキックアウトする、うん、だから頭のいいチームですよね、ヒートは。バックスに勝てるかもしれない。ヒートの話後でするけど、そのバックスさ、何かしらやっぱりあのドロップディフェンスをやっぱこうちょっとずつ改良してね、やっぱりいかないと、他のチームやっぱりもっと打ちに来るから、うん、うん、でしかもバックス自体って打ち合い意外にするから平気じゃんって思わせといて、そんなにとんでもないシューターがいるわけじゃないんだよね。いないですね、うん、最近ちょっとあのパッカーネテンがちょっと調子いいけど、うん、普段そんなにシューターでもないし、うん、そんなすげえキレッキレのシューターってわけじゃないから、うん、コーバーもおじさんやし、うん、そうね、うん、でコーバー入れてもいいんだけど、そうするとディフェンスでかもられちゃうから、じゃあどうやって使うのっていうので、うん、結構だから意外な
まあその見ちゃってるから、でもまあ見ちゃってるからそのエフェクトがあるのかもしれないけど、なんか もろく見えちゃったよね、1試合目見た時って。確かにね、うん、あこんなにこうもうレギュラーシーズンは無双してたじゃないですか、バックス簡単に決勝に行けるとかって言われてたけど、いや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 、うん、これ結構険しいぞ、フリーライドぐらいのね、もう決勝まではどうぞみたいな、うん、もうノンストップのなんかもう各駅停車じゃなくて特急ぐらいな感じで言われてたけどさ、うん、いきなり各駅で止まっちゃったみたいなね感じで、そうっすよね、うん、例えばヒートが、まあ、あのファーストラウンドではほとんどプレーしてないマイヤーズ・レナードとかが入ったりして、うんうん、まあ、彼3打てるじゃないですか、うんうん、そうした時もやっぱりドロップカバレージで、うん、こう中を固めたままなのか、いやそういうところで意外とね、ロール、うん、ヒートのロールプレイヤーが爆発するんじゃないかなって。だって降りに行くとかなんてもうありがとうみたいな感じで打っちゃうと思うよ多分。全然打ちますよね、全然打つでしょ、うん、だってまあ俺がやっぱり一番気になったのはあのシリーズでバックス、うん、バックスマジックで一番気になったのはもうちゃんと言えてねえね、もう言ってないシリーズ興味ないとね。そうそう、一番気になったのはね、やっぱりニックスに対しての、ティボドーに対しての DJ オーガスティンの公開オーディションだったね、あれはね。オーガスティンいいっすね。もう、コーチ、俺いますぜ。来年俺いますよって、もう、もう、ザ、そのためのもう、ザ、バックアップポイントガード。もう、ザ、ティボドーのためにプレイしたよ、あれは。ティボドー見てたよ、絶対、あれは。絶対来るよあれ。確かにね。うん。要所要所スリー決めたりしてたからね。うん。まあね。うもうニックスの話はちょっと、うん、来年 DJ オーガスティンかっていうのが一番の楽しみですからね。ニックスにとっては。やっぱ来たわ、あの時の一戦目のあのオーディション受かってたんだねあれ。ああ。もう、あ、でもニックスといえば後でちょっと提案というか、うんうんうん、僕が思ってることをシェアしたいと思ってるんですけど、個人的にはバックスマジックのシリーズで、うって思ったのはミドルトン、うん、ゼフチョーじゃないですか、まあ、ゲーム3ちょっとあれですけど、あのちょっとっていうかもう何内容っていうよりも、もうスタッツで一番先にミドルトン今日どうだったっていうのがもう気になってしょうがない。結局そこにたどり着くじゃん、うんうん、あのチームって。うん、結局じゃあナンバー2誰なのみたいな。そうで、しかも去年のこと考えると、まあヤニスが今以上にシュートできなかったから、うん、Go2 外フォースクォーターの終盤とかでは結構ミドルトンにボール集めてて、まあ、うん、ナンバーワンオプションとしてはあれやけど、でも頑張ってたじゃないですか。今年はすごく、まあ、シュートが単に入ってないだけなのかもしれないですけど、かなりもうポール・ジョージ病になってるなと思って、うん、プレーオフになった時にこうステップアップできない人の代名詞みたいにこうされちゃいそうだよね、このままいくとね。そうですね、うん、しかもブレッドソーもいるでしょ。ブレッドソー絶対どっかで転ぶ。まあまあ一回イップスになるからね。イップス絶対になるから、うん、絶対になるから。でブログドンもいない。いやこれは意外と苦戦するんじゃないかな。ここに来てそのブログドンを放出したこととかを蒸し返されちゃうわけよ、ちょっと調子悪くなるとさ。やっぱりそうそうそう、レギュラーシーズン中は良かったけどプレーオフはみたいにね。でなんであの時金ケチったんだよみたいな話がさ、ケチった、ね、金ケチったから完全に、しかもインディアナとかに持ってかれちゃった、うん、そうなんだよ ね、そう、はい、次でマイアミとのね対戦は相当楽しみだね。めっちゃ楽しみですよ、うん、マイアミの状態がすこぶるいいね、やっぱり。い
いいですね。今一番熱いかもしれないですね。熱いね。もうなんか、うん、みんななんかあんまり注目しないで、このままスッと行って、急にバックスとの泥試合始まってからもうマイアミボカーン爆発してほしい。なんか。今、もしバックスの人間やったら、震えてますよ。一番嫌だろうね。一番嫌だ。一番嫌だ。しかもほら、ジミーっていうさ、その土壇場に、その、どんどんハートが強くなってって、そういう場所で結果必ず出すっていう定評があるジミーが、こう、行くぞっつってみんな若いの引き連れてきちゃってるじゃん。うん。怖いもの知らずの若手選手ばっかりやからね。もうヒーローとか、うん、I'm the best player on this team ぐらいで、Give me the ball, man. Coach, come on, man. それぐらいのね、それぐらいのガッツありますし、ロビンソンも、ロビンソンなんかバンバンゲーム、あれ、何でしたっけ、ゲーム2か。最初の6本8本中7本かなんか決めて、そうだ、最初の6本とか連続で決めたんじゃない？あれはやばいね、うん、止められないわ、入ってるよね完全に、うんうん、そうそう、あれはすごい本当に。でドラギッチもオールスターフォームに戻ってるし、そう、ね、しれっと来てね、やっぱりね、ああいういい選手ってそのピークの作り方うまいから、やっぱりラウンド1の後半、ラウンド2で全開にしてファイナルでもノリノリで行ってみたいなさ、うん、そういう持ってき方分かってるよね、やっぱりね、うん、で、あ、シャックが言ってたの聞きました、うん、あのトレーニングキャンプとかでこう、まあ新人のことをヘイゼングってなんて言うんでしたっけ、うん、まあなんていうのかな、まあ悪く言えばいじめだけど、いじり、いじり、うん、新人ってそういう風にちょっとイニシエーションとかそういう、うんうん、そうそう、ヘイジングされるのが普通ですけど、うんうん、こうそれに全く動じてなかった、うん、新人は2人だけやってシャックが言ってて、うんうんうん、あのまあ1人はもちろんコービーで、うん、もう1人がドラギッチって言ってたから、うん、よっぽどもう相当タフなんやと思いますよ彼は。だってドラギッチヘイジングだったかなんか、あのその頃の時期シャックが、俺を運べっていうルールがあったらしくて、俺を運べ、俺を運べっていうルールがあったらしくて、その、ドラギッチを含む何人かでシャックがあそこって言ったら、シャックこのまま寝転がったままシャックの体をみんなでこうその言われた場所に運ばなきゃいけないっていう生活があったらしいの。すげえ。結構それは面白いからさ、もうそういうルールいっぱい作るじゃん、そういうのとかさ。でもそれがっつりやったみたいよ、ドラギッチ。わっしょい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 。わあ、おもろ。そうそう。もうそういうね、タフネスで来てるから。うん、やっぱ土壇場に強いと思うよ、うん、そうですね。あとなんか2回戦になったら、まあこれ、うん、もうペーサーズを倒すのを前提に言ってますけど、2回戦になって、まあ、倒しますよね。まあペーサー、あ、じゃあ先にペーサーズの話します、うん、どうもなんか感想とかあります、ペーサーズについて。なんかさ、別になんかすげえ崩壊してるっていうイメージじゃないんだけど、なんか勝てないよね、ヒートに。ちょっとヒートよりタレントがこう頑張ってるけど、うん、タレントがちょっと少ないんですよね、うん、オラディポが例えば 100% やったら、うん、これまた全然違うシリーズになってたと思うし、第一サボニスいない、ジェレミー・ラムいない、うんうん、やっぱきついですよね。きついよね、うん、俺でもスイープは考えてなかった正直。ああ、全然、うん、全然、うん、なんか泥沼化してもおかしくないなぐらいな。だってペイサーズってそのタレントいないながらもさ、
そのネイト・マクミリンがさすごい頑張らせるからさ、その泥臭いところでこう競り勝つチームじゃん、はっきり。そうね、だから本当はプレーオフみたいなシチュエーションの方がその良さがね出るはずなんだよね、ちょっとずつ。確かに、うん、けどちょっとやっぱ、うん、今回はやっぱりヒートの勢いとそのノリノリさが違うと思うですね、うん、あとはやっぱミク・ミランはこう、うん、選手たちを頑張らせる力はあるけど、うん、例えばゲーム3とかは、うん、フォースクォーターでグワーって点差を縮めてたじゃないですか、うんうん、でも最後の最後にこう X's and O's がやっぱり、うん、こう作戦、ね、戦略っていうんですか、うん、それがやっぱちょっと物足りなくて、最後ペーサーズ一番大切なプレーでみんな混乱してましたよ、うんえ、だ誰にボール渡すの、うん、タイムアウトの後であれはありえないでしょうっていう、うんうん、まあゴーツーガイがこうブログドン頑張ってるけど、ブログドンがナンバーワンオプションっていうのは、うん、きついし、 TJ ウォーレンも、うん、もう MVP 候補だった時とはちょっとね、うん、バブル MVP 候補だった時からはちょっと下がってるから、うん、難しいのは分かるんですけど、うんうん、これはコーチングの差もあるかなって思いましたね、うん、コーチの良し悪し NBA でよく言われてんのって、やっぱりそのタイムアウト後の、プレーがどれだけ完成度が高いか、どれだけクリエイティブなことをやるかっていうので、そのやっぱいろんな選手からのリスペクトを得るよね、そのタイムアウト後のプレーっていうのが一個キーになるね。うん、それがミク・ミランちょっと足りない、プレーオフでのこのタイミングのこの一番必要な時にそれが出せるか出せないかっていうのはちょっと評価に変わってくるよね。そうだね。ですね、うん、いやもうこれ普通に今45分喋ってますけど、あと3時間ぐらいいきます。もうこんな喋ってんの？うん、あ、じゃあもう全然あれじゃん、こんな一言ずつとか言って全然違ったね。頑張ってるつもりやったんですけどね、なんか。ごめん、話長いんかな、俺ら。長いんすよ。遅いし。遅いしね。うん。しょうがない。いや、もうイーストもいいか。もうウェスト行こうか。ウェストじゃあ行きますか。はい。あ、まあ、セルティックスの話一瞬する？っていうか、セブンティシクサーズどうなってんのって話やね。シクサーズ、あ、そうそう、だからニックスのことを話したかったのは、提案ですよ、ただの。あくまでも。うん、open for anything. Open for anything. Open just... just a suggestion. うん、OK。こうした方がいいとは一言も言うてないですよ。うん、うん、うん。うんこういう考え方もあるよっていうことね。うん、うん、ニックスにエンビードどうですか？マジで？全然いいよ、欲しい。俺今ベンシモっていうのかなと思った。どっシモンズは多分ね、シクサーズキープしたいんじゃないかな。もうこのプレーオフランの後、様子を見た後に、うん、シモンズをトレードしようっていうのは流れ的にちょっと違うんじゃないかなと思って、うん、まあでもまず、うん、ブレッド・ブラウンはもう多分さよならだよね、うん、スケープゴート、うん、もう誰かに責任なすりつけると。本当はエルトン・ブランドだと思うよ俺は。だってあのメンバー揃えたな、うん、GM だから。でも確かにね、ね、オーナーが GM 首にしない限り GM が自分で自分の首にしないからね。そうですね。そうだから、もしオーナーがエルトン・ブランドを首にしないんだとすると、エルトン・ブランドは責任を誰かになすりつけなきゃいけないってなると、ブレット・ブラウンになっちゃうよね。で、ブレット・ブラウンが一番保護できるのはベン・シモだと思うんでね、オーストラリアつながりで。それで
ね、ブレット・ブラウンいなくなった時に球団がエンビードで行くのかシモンズで行くのかっていうのを、まあ、エルトン・ブランド含め全員が決めなきゃいけないと思うんでね、明らかにもうそのじゃあ監督クビにしました、この2人全然噛み合ってません、監督がこの2人を噛み合わせることに失敗しましたって言って、次の監督にこの2人が噛み合うことができる人を雇いますって言ってもう1回2人残すっていう案もある。でもむずいよね、ぶっちゃけ全然噛み合ってないから。噛み合ってないのかがちょっと未だにわからないんですよね、個人的には。2人ともさ怪我がちだし、怪我がちだし、2人ともドミネートすごいするから、うん、わかんないんだよね、なんかね、うん、だと3年前かな、2年前かもしれない、シューターがたくさんまだおった時、うん、シャメット、コビントン、サリッチとか、そん時めっちゃ強かった。TJ レディックもいたしね。カーノ、いやいやいや。うん、だああいうシューターが周りにいると、強いの、もうめっちゃシンプルに聞こえるけど、うん、もっと勝てるんじゃないかなっていう考え方はどうですか？全然いいと思うよ。だからどっちかね、残してベンチもの周りにシューター4人でもめちゃくちゃ強くなると思うし、うん、エンビードの周りにシューター4人でも普通に単純にインサイドアウトでドミネートできちゃうから、どっちでもいいんだけど単純なのよ。ただ2人いると死んじゃうのよ、2人、1人が死んじゃうのか、2人が8割になっちゃうのか、2人が6割になっちゃうのか、なんだかわかんないけど、明らかにポイントガードいなかったじゃん今回。まあ怪我もいっぱいあったからしょうがないんだけどね、シクサーズ。そうですね、もうだってエントリーパスエンビードにできないぐらいの状態だったじゃん、はっきり。もちろん、うん、セルティックスのディフェンスは強かったけど、うん、あそこまでボールを入れるだけ、エントリー、簡単なエントリーパスができないっていうのは、うん、不思議でしたね、見てて。不思議でしょうがない、もうなんて。俺、本当に NBA でこんなことあんの？じゃあ、あれかな。トバイアスをトレードするか。まあ、まず大失敗だったのは、アルホーフォードがまず大失敗だったし、トバイアスのトレードも大失敗だったし、正直。だからもう、いろんな責任はやっぱフロントにあると思うよ。なんでシューター補充しなかったのとか、ね、これむずいっすよ。これを直すのは次の監督スラッシュ GM、オーナー側からしたらさ、じゃあお前らの作戦で、うん、まあ、もちろんもういないけどサム・ヒンキーの作戦をさ、もうあんだけプレゼンして、じゃあ分かったね、わざと5年間は喪に服してね、負け続けて、もう5年間はもう本当にもう闇の中の闇にあえて入って、その後の5年後にもうね、明るい時代をね、ダイナスティを築くことができますよっていう、その作戦に乗ったわけじゃん、オーナーシップは。もちろん途中で解雇しちゃったオーナーシップが俺は悪いと思うよ、はっきり言って。もう乗るんだったら最後まで乗り切れよって思うからね、サムヒンキーのプラン。だけどさ、ね、経営側というかオーナー側からしてみたら、いやちょっと暗黒時代もう終わって、今ね、もうその収穫の時期ね、秋の収穫の時期なのに何も収穫できねえじゃんって思ってるから、またこっから暗黒の時期に行ってもいいですかって提案したら、無理無理ってなるよ、それ。そうですよね、うん、ニックスじゃないですからね、もう再建しようっていうふうに言え。そうそう、だってエンビードいる、もうまあ揃ってるわけじゃないですか、うん、選手たちは。なんでそのね、オーナーからしてみたらさ、別にその XNO は関係ないわけ、テクニカル的なバスケのさ。なんお前らがこいつら揃えろって言ったスターを5人とか6人とか揃えて、まあそのうち何人か外れがいたとしてもいいよ別にっつって、でもこのエンビードとシモンズっていうのがいたらとんでもねえことになるって
お前らが専門家で俺らに言ったんだろうっていう話になるじゃん。そうですね。うん。おいで今蓋開けたらさ、いやなんかどう2人とも潰し合いなんですよね、どうすればいいですかね、またもう一回一人いなくなって再建してとか、いやいやちゃう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 ってなるよそれ。いやこれは簡単な問題じゃないですよ。どっちとリーダーシップがまずね、こう選手の中でついてこいっていうジミーバトラー役の選手がいなくなったっていうのが大きいですし、あとジミーの処理だってなんでって今になったらなるよ、あんだけジミーが活躍しちゃったら。ああ、そうですよね、うん、だって彼のせいにできない。いや彼はもう面倒な選手で実力も結局はね、良くなくってとかってさ、今全然活躍してなくてリーグにもいなくてたらい回しにされたら言えるけどさ、ほらね僕たちの判断良かったでしょって言えるけど、うん、言えないじゃん、あんな前闇であんなことになっちゃった。そう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 。でもそう考えたらもしかしたらそういうアルファドッグを探すことがあれなのかもしれないですね、うん、だってあのチームの今のシクサーズのチームのエモーショナルリーダーってエンビードでもなくシモンズでもなく、うん、ホーフォードでもなくハリスでもなく、うん、ジョシュ・リチャードソンやったんですよ。そうだよね、それおかしいでしょ、うん、ジョシュ・リチャードソンがエモーショナルリーダーって、うん、それじゃ勝てない。やっぱりちゃんとしたベテランのね、例えばレディックとかバトラーとかみたいな連中をちゃんとやっぱりキープしとくっていうのが必要だったよね。で俺、うん、オンコートのリーダーとかは別にエンビードでいいわけよ。もうだって彼調子良かったら誰も止めらんないんだからさ、はっきり。うん。うん、そうですね。うん、じゃあベテランを探すことからかもしれないですね。まあシクサーズのことにね、俺らがあんまりアドバイスする必要もないんだけどね、全然。そうですね。まあとりあえずニックスにエンビードをトレードして。でエンビードでもベンシモでもいいな、来てほしいな。うん、ただほらエンビードはリオンローズとのコネクション、 CAA のコネクションがあるから。そうね、もしかしたらもうそれはあれなのかなと思って。うん、あるよ全然。出場時間を減らしてもいいから、元気な姿だったらもう誰も止めらんないからね彼。うん、でも上げるもんがないんだよね。まあ、ね、上げるもんはないですね。上げるもんがないのよ。またミッチちょうだいってなっちゃう。いやいや、ミッチは上げられないな。うん、でもまあそっか、ポジションかぶるからな。うん、まあまあ、じゃあシクサーズのことは置いといて、ね、セルティックス、じゃあ一言だけ。一言だけ。ケンバの膝がすごい心配だったけど、だいぶいい。なんかいい動きにねちょろっとなってきたから、もうあとはもうテイタムちゃんと、ジェイレンブラウンと本当に未来は明るいですよ、セルティックス。明るいっすね、うん、あそこなんかもうチームワークがいい感じで、うん、来てるね、ジェルしてるね、うん、テイタムがもうスーパースターレベルになってるから、うん、もういったね、もう止めらんないでしょ、うん、しかもシクサーズ戦もう余裕こいてるか、もう汗かいたみたいな、うんうん、汗かいてないでしょあの人。もう全然もうメンタル的にもう超越してたよねシクサーズ。うん、素晴らしい。あとタイスね、うん、タイス好き、タイスいいね、うん、タイス頑張ってるよ。タイス2メートル203センチやけど、うん、セブンフッターみたいなプレーするからね、うん、あれはね、うん、いいすごい、 あれはいいわ。スマートもね相変わらず渋くていいプレーしてるよね。もちろんねスマートは、うん、そうだから次みたいね、セルティックス はいね、層の薄さが問題になるかなって思うんですけど、ヘイワードもいないし。ヘイワードいないね、どうするって感じだね、うんうん、でもそこはなんか俺監督がやっぱりそこ監督マジックが使えるじゃんあそこって、うん、こうね
前回のさスケーリーテリーじゃないけどさ、誰かがなんかこうステップアップするような気がするんだよね。うんうんうん、ロジアみたいな人がね、うん、確かに。そう、あいつでしたっけ、監督が2年前、2年前爆発した、うん、爆発した、ね、もう、うん、スターになるのかなって思いましたよね。まあでもスター級の引っこ抜きされてまあまあ、ね、お金的にはねそうだから、まあまあ彼は彼それで幸せなんじゃないかな。そうですね、やっぱり、うん、なんで次のラウンドのね、やっぱりセルティックスは本当に実力が見れるんじゃないかなっていう。うん、まあどっちが勝つかわからないシリーズ、うんうん、レギュラーシーズンではセルティックスが圧倒的に勝ってましたけど、うん、トロントも ね今どっちが調子か、だからラウリーとかね、本当怪我大丈夫であってほしいね、ベストでぶち当たってほしいよね。そうですね、うん、じゃあ西行こうか。もう1時間後喋ってる。西1時間後、1時間後に西ってもう喋りすぎやん。映画やん映画やな一試合見れるわ。もう西は来週ねって言いたいとこだけども、来週になったらもう全然話変わってくる。おっせおっせってなっちゃう、うんうん、はい、じゃあもう西はじゃあ20分で終わらせましょう。西はだからもう話さなくていいシリーズあるか。ないない、ね、それが問題なんですよ。東はほんま3シリーズ、うん、3シん全部そんな話さなくてもいいかもしれないけど、 DJ オースティンの話いらなかったわ。いらなかったですよ、もう何してるんですかDJ オーガスティンで2分もあんなプレイングタイム上げちゃあかん、 DJ オーガスティン。あかんあかんあかん、プレーオフの時期にガバッチタイムがあったらじゃあどこ行く？レイカーズ、レイカーズポートランド。レイカーズ、オッケー。これポートランドもだいぶ頑張ってるけど、そろそろブレイクダウンしちゃうんじゃないかなっていう感じだけど、どう思う、リクト君は？そうですね、なんか体力的にもう、うん、ヌルキッチとか全然動けてないって言ったらかわいそうやけど、うん、結構最後の方とかセカンドハーフハーハー言うてるし、うん、で、うん、そうやね、まあデームをこうレイカーズはうまく止めてますよね、最初の3ゲームでは。デームと CJ によりによってそんないっぱい怪我しなくていいよっていうね、うん、怪我がもうかわいそすぎてさ。そうですね、うん、でもスキニーメローが活躍してるから点数取ってメロー最初の20本ぐらい全く入んなくてびっくりしたけどね俺。うんうんうん、ゲーム3のサードクォーターやったかな、うん、前半びっくりするぐらい入んなかった。ヴィンテージメローみたい。あ、入った入った。でもあのマジでもう入ってないこと全部忘れました。あのサードクォーター、うん、あれヴィンテージメロでしたよ。ヴィンテージメロ、しかもさディフェンス超頑張ってんのよそのあれディフェンス頑張りすぎてシュートタッチおかしくなっちゃったのかなみたいな感じでさ、うんうんうん、レブロンに後ろから手出してちょっかい出したりいろいろやってるよ。あれ頑張ってんのかレブロンが、うん、手加減してんのか手加減してんのかあのなんかメロン時さあんまりゴリゴリいかない気しない。あんまいかないですね。いかないよね、うん、あれはフレンドシップなのかな、なんかちょっとリスペクトを込めて、うん、してるよね、なんかねちょっとしてるような気はしますけど、うん、ちょっとしてるような気する、うんうん、レブロンと AD がもうエンジンかかってきちゃったねそろそろね。そうですね、でシュートも入るようになってゲーム1負けましたけど、あれあの何やったっけ46点分損したとかって言われてましたよね、うん、だから、うん、うん、レイカーズもそろそろ本気モードかなっていう感じがしますけど。あとフリースロー全然入んなくてもさ
勝っちゃったりとかしてるからさ、まあ、あれ全部入り始めたらさ、とんでもないことになるんじゃねえ。そうですね。ゲーム4もし、いや、ゲーム4もちろんブレイザーズにとってはマストウィンですけど、これ勝てたらすごいですよね。うん、うん、すごいね。うん、ただもうちょっと体が心配だね、もうポートランドはなんかマジで。うん、確かに、ね。壊れちゃうんじゃないかな、みたいな。うん。まあやっぱりじゃあもう 6?6 でレイカーズ6かな、うん、うん、そうだね。ちょっとそのあの2人が分からんけどね、最近分かんないけどね、もう最近俺たち全く当たってないから、ね、当たってないし、うん、まあ次のシリーズユタとデンバーが一番当たってなかったけど、当たってないね全然今年バブルやっぱおかしいですよ、狂ってます。いやいや、うん、もう参考になんないわバブル全然、うん、全然わかんないですけど。じゃあもうユタとデンバー行く、もう行っちゃいましょう。デンバーってあんなプレーオフになったらあんな感じになっちゃうんだろうね、急にね。いやね、今回見てて思ったのはヨキッチとゴベルのマッチアップを全然なんか理解してなかったなと自分は、うんうん、なんかオフェンスになると、うん、ああいうリムランナーをヨキッチ止められないんですよね、うん、そうね、うん、でこうミッチェルが今、うん、マンバモードになってるじゃないですか。入ってる、うん、だからオールマイティーモードに入ってる、うん、未だに悪い試合バッドゲームがないからね、うん、ミッチェル、うん、プレーオフでもうミッチはスパイダーはもう、うん、デンバー相手だったらもう自分の取りたい時、取りたい場所、取りたい場面で点取れるってもう思ってプレーしてるよね、もうね。そうですね、うん、自信がもう半端ない、もうすごいね、溢れ出てるわ。で、でデンバーはさ、ヨキッチとかもそうだし他の選手もそうだけど、そのプレーオフとかのシリーズになる前までのレギュラーシーズンってと毎回さ、そのおしゃれなヨキッチのオフェンスプレーとかばっかりみんなね注目いくじゃない。で、うん、それでもう点数いっぱい取って勝つけど、結局プレーオフになるとそのアジャストとかがさすごいから、相手チームのさ、そのヨキッチのディフェンスのできない部分とかをものすごい狙ってくるじゃない、全部、うん、とか、ね、マイケル・ポーター・ジュニア、オーマイガー、狙い撃ちじゃん、もういじめかなっていうぐらい狙い撃ち、かわいそうになる、もうかわいそうなぐらい、もう毎回スイッチされてさ、とかピックエンドロールとかカバーできないって分かったら、もう全部やられるじゃん。なんであんなに下手なんですかね、ポーターは。ディフェンスが。あれは、なんでなんだろうね。あれは経験にしても下手だよね。経験なのかなって思ったんですけど、うん、普通のディフェンシブスライドができてないから。やってきたことねえのかな、みたいな。いや、あんな感じやと、うん、プレーオフでは、試合に出せないですよ、監督としては。そうそう、今まで監督がさあんまり使わなかったじゃん、レギュラーシーズンとかもさ、うん、でなんであんなうまいのに使わないんだみたいな結構批判されてたけど、あれもう分かってたんだと思うよ、やばいってもう、うん、ディフェンスがだからもう結構使ってることにびっくりだよね、俺は。もうそれぐらいやっぱりその今もう切羽詰まってんだよね、デンバーは、うんこうまあディフェンスで一人、うん、こうあまり優秀でないディフェンダーがおったりすると隠すじゃないですか、うん、例えばクリッパーズやったらルー・ウィリアムズをなるべく隠すようにする、ね、でもポーターのあれは、まあ、まずマレーとかヨキッチがそこまでいいディフェンダーじゃないから、うん、隠せないんですよね。他のやつらがさ 8.5 とか9のディフェンダーで1人だけ、例えばねルー・ウィリアムスとか、例えば1人だけそのフィジカル的に不利なステフィン・カリーとか、例えばそういうね、あのセルティックスで言ったらアイゼア・トーマスみたいな前のね、そしたらもう頑張ってその監督が
隠すフォーメーションでもうスイッチしたらスイッチバックしてもう誰かがヘルプに来て裏に回して裏に回してとか一生懸命やるけど、デンバーってそもそもみんながすげえエリートディフェンスじゃないからさ、自分のことで精一杯なのに人のこと助けらんないじゃん。だってだからもうその辺でじりじりやっぱりね、うん、そうなんですよね。トリー・クレッグがこのシリーズ始まる前はドノバン・ミッチェルストッパーって言われてたけど、うん、そのマッチアップじゃないですからね、うん、スイッチされたらもうミッチェル対ポーター・ジュニアになりますから、そうそう、結局もうスイッチ永遠に繰り返して欲しいマッチアップになるまで、そのミスマッチが作るまでもう永遠にスイッチし続けるからね今ね。そうそう、うん、だからもう隠したくてもね、変速ゾーンとかにしないと隠せないね、やっぱり隠せないですね。まあ、昨日の試合すごかった、うん、あ、I have a confession to make. OK, OK, OK. で、なんて言うんですか、日本語で。ちょっと、打ち明けなきゃいけないことがある。はい。うん、昨日の試合は実は後半見てないんですよ。デンバーと、うん、何やったっけ、デンバーと、ユタの、ね、うんうん。唯一、このプレーオフで唯一見てない、うん、全部最初から最後まで見てない試合なんですけど、総太郎さん見ました？後半。いやいや、俺ダイジェストしか見てない。ダイジェストしか言った線は、うん、どんな感じや、すっごいもうゲーム1みたいなあれやったのか、うん、これはミッチェルが勝ちそうやなっていう感じやったのかがちょっと知りたかったんですけど、もしコメント欄でそうね、教えてくれて、俺もダイジェットしか見てないから、うん、なんか、はい、でもなんかどんなイメージどんなだったんだろうね、なんかノーガードの殴り合いとかなイメージだけどね、どっちかっていうとね。でも50点ずつ、ミッチェル50点、マレー50点と、そうなんだ。ボックスコア見た時ビビったから、うん、あの2人1戦目からやり合ってるよね、その点数の差はあるけどね。そうですね、うん、ちょっとライバル意識を持って、特にマレーはなんか、うん、こうドノバンはちゃんとアディダスの自分の靴持ってるじゃないですか。そうね。でマレーは自分の靴持ってないから、うん、結構燃えてるらしいですよ。燃えてるよね、うん、カナダの英雄だからね彼はね、はい、うん、ニックスにいるはずやってん、ほんまは。そうよ、ニックスがドラフトするはずやってんけど、うん、あれですよカーメロのトレードで、そうだよ、2016年のドラフトピックを出してしまった。そうだね、まあ、でも Sad man、 前は波がね、まあ、今回いい感じだけどやっぱ波がね彼はねあるから。そうですね、うん、今回はいい感じやけど、ドノバンはちょっともう違うレベルに行き始めたね、一人でね。だってもうなんか50がすげえの50っていうよりもなんか、あ、また50の50な感じするよね。なんかこれカミングアウトパーティーですね、ドノバンの。ドノバンもマレーもやっぱりこのシリーズからもう来シーズンとかはマジで本当のスター、もう今もスターだけど本当の上のスターにもうこう入っていくんじゃないですか。そうですね、うん、あれなんかな、やっぱワールドカップの影響とかってあるんですかね、こう、まあ、ミッチェルもそうやし、テイタム、ブラウンもそうやけど、うん、まあ続けてプレーしてたっていうのはあるんじゃない、やっぱり、うん、高いレベルで、うん、そうですね。だって2008年のことを考えても、ウェイドとかもかなり、あれはオリンピックに出たことで。あれでバーン上がってるからね、うん。オリンピックとかナショナルチーム入った次のシーズンってみんなスタッツ上がってんだよ。そうそうそう。うん、だからもしかしたら、ほら批判されてたじゃないですか、ブッカーが。うん、お前、うんうん、チーム USA にちゃんとやってたら、なんで入んねんだよ。入ってたら、スターに、ね、今年かて爆発できたはずやったのにって、うん、まあ、十分爆発してましたけどね、うん、バブルで。
いやだからあれがあったからバブルでムカついてて証明したかったんじゃない。あ、それで逆に、うん、モチベーションあったんじゃない逆にね、うん、なるほど。絶対あったと思うよ。だってもうエンプティーなスタッツばっかり作ってるっていう、うん、もうみんなに言われてた。そうよね、うん、いや頑張りましたよ、サンズも、うん、ブッカーも。じゃあこのシリーズはもうジャズ、俺たちの予想に反してジャズ。だってボグダノビッチいねえんだぜ。すごくない？すごい。なんで負けてんのって感じだよね、デンバー。ね、コンリーも戻ってきて好調やし、うん、ジャズがちょっとなんか不死身な感じになってきたね、なんかね、うん、え、これ勝ったら、もう大手でしょ。これ3、うん、今大手でしょ。大手でもしこのシリーズ勝ったら、うん、クリッパーズかマブスか。そうそうね。じゃあクリッパーズマブスいきますか。いや予想外のものすごさだね。うん、レジェンド、ルカ・レジェンド。ルカはもうすごいわ、レジェンドだね。うん、トップな選手だと思ってたけど、俺の中ではトップ15からトップ10ぐらいの選手だと思ってたけど、今の実力もトップ5かトップ3入るわ、これ。生涯。うわ。いやいや、それすげえって、あいつマジで。うん。もう全然違うレベルいっちゃったわ。ちょっと。本当にどういうリアクションしました、ブザービー、ゲームイナー。いやいや、俺もう打つとこまでは、できるだろうなと思った。うん。だけど、入るかどうかは、わかんないなと思った。入ったとき、やーばーと思ったね、本当に。ああ、来た、ああ、本物に、もうこれでもう、ハンコを押して、もうシールだなと思った。うん。あれはもう20年後とかにもうリプレイされるプレイですね。これが一番最初のプレーオフでのゲームイナーやってんで、叫びましたもん。うわーって、 What？ オーバータイムのあのプレーもすごいけどさ、カワイ抜いた後にポール・ジョージユーロステップで抜いたプレー見た？カワイを抜いた後にポール・ジョージ、カワイにかかってたんだけど、カワイシャッと抜いた後に、はいはいはい、来たポール・ジョージこうやって来たのにションションってボーンって、だからカワイとポール・ジョージを一つのプレーで抜いてるってありえないよ。ありえないですね。 NBA のナンバーワンツーディフェンスぐらいじゃん、だって特にカワイ。うん、まあそのうまいことスクリーン使ったとかもあるけどね。でもあのユーロ、あそこからのまたユーロステップで決めるって、あの2人よ、看板選手よ、すごいよ。ペイントの中に入った、うん、この落ち着きのある2歩、うん、で2歩ユーロなのか、それとも体使ってモリスにね、うん、ステップ後ろに下がらせるためにスペース作るのか、うん、それともキックアウトするのかって、うん、もうあの2歩が恐ろしいですよね、ディフェンスとしては、うん、あとさ、ペイントの中まで行ってまた戻るじゃん、うん、あれが恐ろしいよ。あそこから戻ってもう一回行くってさ、もう絶対ついていけないからね、あんな足。ドリブルをキープするってことですか。そう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 、あはははプレーが全然死なないからさ、ね、ディフェンスもしんどくてしょうがないよ。いやいや、やばいやばい。俺さ、やばいわ。なんか先週だから、それで言ったらさ、俺本当に謝んなきゃいけないことあるけど、そのKP についてさ、なんか俺がなんかちょっと調子悪いよねとか、なんかソフトだみたいなこと、俺の印象でね、はい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 、言ったじゃん先週。はい、I got a lot of flack for that, like on like SNS とかで、なんかマジで、うん、何言ってんのこいつみたいな、なんかいい加減なみたいな、なんか別にいいのよ全然。で俺あの時もちゃんとみんなにちゃんと伝わってなかったら申し訳ないなって言い方すごい悪かったから、確かに調子悪いって別にスタッツ見たら調子は悪くないの KP は、うん、
はい、だけど俺の KP って2015年ドラ4だよね確かね、はい、でブーイングされたニューヨークの中で自信満々であいつ行ってブーイングウェルカムだよって言って俺はどんな重圧でも乗っけてそれを跳ね返すスーパースターになるんだって公言した一番ねそのパッションがあってそういう泥臭さがあってそれでももう球界のスターになるってもうカメラ目線で言ったあの KP からずっと応援してるからもう一番の俺はもう KP のサポーターだから別に KP が嫌いで言ってんじゃないんだけどあの KP をからしてその成長曲線で俺がね KP になってほしい KP からしてみたら今の KP じゃないのよ俺の欲しい KP はほうどういう KP ですかもっとだからルカがあのレベルに行っちゃったことはもうちょっと予想外だったからもうそれはもうしょうがないとしてもルカとワンツーパンチであってほしいわけ同じぐらいのインパクト作っててくれてないとね俺の中の KP はだって、はいはいはい、彼ユニコーンよ名前はいねユニコーンってそんなもう何頭もいないわけよユニコーンってもう、はい珍しい存在でも抜きん出てるから誰がつけたのあのニックネーム KD じゃん KD、はい、でしょ KD が認めたユニコーンでも KD レベルに行っててほしいわけはははは俺からしてみるだから俺はもうちょっとだなとか調子が悪いのかなみたいなさなんか彼の成長曲線って言ったらね伸び悩みみたいなスタッツだけ見たら、うんうん、でもスタッツだけ持ってくんなって話ないの。スタッツなんかどうにでもできるから、はっきり言って。バブルのスタッツなんて8試合よ、だって。8試合で、シーズン始まった8試合で MVP 決めてみたいな、何それみたいな話じゃんだって。それ別にいいよ、数字はいい数字。TJ ウォーレンがファーストチームですからね。そうだよ。しかも、KP はセカンドチームですよって意見が来たのよ。うんね、バブルセカンドチームなんか誰が目指してんだよって話誰も気にしてねえバブルセカンドチームなんてもう参加賞みたいなもんなんだからあんな、うん、そうじゃんだってだからスタッツをねどうのこうのって言ったってスタッツなんてフェイクスタッツたくさんあるしスタッツってもう使い方次第でさじゃあトリプルダブルすごいですねって俺たちもそのスタッツ使ってもいいけどさじゃあリアルプラスマイナスどうなってんのよって都合悪かったら言わなくたって別にいいわけじゃんそんなスタッツはっきり OKOK、okay, okay. じゃあ、うん、ここがちょっと足りない今の KP に足りないっていうのはどういうところですか宗太郎さん的にゲーム2すごい良かったじゃん見たゲーム2もちろんあのドミネートしたゲーム2と、はい、ねゲーム1ねなんかね退場になっちゃったけどまああの退場はどうでもいいまあ退場についてだって一言もし言うとしたらなんで退場にね簡単に退場にしていい存在だってレフが思ったのよって思うわけ俺からしてみたあれがレブロンとかあれがポール・ジョージとかあれがカワイとかあれがカイル・ラウリーとかもうクリス・ポールとかみたいなねベンシモでもエンビードでも若手でも誰でもいいよもっと文句言ってるもっとアピールしてギャーギャー文句言ってたって対象にしないよレフはプレーオフで本当に重要な選手だったらはいじゃあなんであんな軽くポーンってねあれは悪い判断だったよあれは審判が悪いと思う、うん、でもじゃあそれをアンソニー・デイビス相手にやるやんないでしょ絶対プレーオフ、うん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 、レフリーだって人間だしそのリーグの盛り上がりごと考えてやってんだからさ、うん、それはさそんな扱いされちゃダメなわけよKP は OK、うん、プラスすげえいいドミネートしたゲーム2とかのもダンクガシャンとかいったりブロックしたりとかってすごいいいプレイしてる KP もすごい見たいわけよもう大好きだからでも彼2メーター22センチ、うん、1センチとかじゃん、うん、うんうんね20センチも低いなんかポール・ジョージとかになんかレイアップとかなんかブロックされたりとかさなんか自分よりめちゃくちゃちっちゃいさ
選手がさ、ドライブしに来た時にただまっすぐ上がってみたいにやられてバンプして点取られるとかじゃないわけよ、プレーオフって、うんうんうん、もうそこまでいったらもうドミネートしたら体ごと吹っ飛ばすぐらいにしてないと。だからたまにさ、すごい賢いプレーしてんだけどさ、なんかフィバワールドカップみたいなプレーしてんのよ。はあ、わかる？ディフェンスがなんかもうまっすぐ手上げて、もう。Verticality。ロイ・フィバーと。もうもうもう、ロイ・フィバーと、もうフィバーのいい選手がやるプレーとかなのよ。もう賢くて、ナイスな。でもプレーオフって違うじゃん。なんかやるかやられるか。もっと勢いのある。もっと、もっとクラッシャーじゃなきゃダメなわけよ。やっぱじゃあ先週宗太郎さんが言ってたように、うん、タフネスがちょっと足りないということですか。いやだからある時とフィバワールドカップの時となんか時間帯によって2つあんのよ、ね、フィバワールドカップ的なプレーってよく分からんけど分からんけど分かります。分かるということね、うん、Good basketball play って監督が喜びそうな、もう教科書みたいなナイスプレーだねじゃないのよ。今プレーオフはもうやるかやられるかもうチッピーなプレーしなきゃダメなのよ俺からして、ね、ファールを取られたとしてもこうもう威嚇するぐらいの気持ちで、もう威嚇して相手が二度と KP の前に立ちたくない、もうショットセレクション変えてフローターばっかり打つようになるとかみたいにしなきゃ、やっぱりそれはさ、ルカはさ全面でやってるわけよ。もうあんだけえぐられてみんなからバチバチ当たられたって出てるわけじゃん、うんうんうん、ね、足首とか悪くしたって、うんね、3ゲーム目ルカがレジェンド作った試合で、ね、なんでいないの、なんで、うんうん、なんでいない、オフィシャルのじゃあスタッツの話俺にぶつけてくれるんだったらさ、4ゲーム目、うん、4ゲーム目さ、うん、スタッツの話で言ったらオフィシャルの彼の出なかった理由のスタッツみんな見てほしいよ、ボックスのスコアのところに、うん、インジャリーって一言も書いてないから、うん、インジャリーって書いてないんだよ。なんて書いてあると思う？ソーネスって書いてあんのよ。あー、まあ膝のね、ソーネスって書いてあんのよ。プレーオフでソーネスで出ねえやつっているのって話なのよ。まあ、そうやね。ルカも出てるし。インジャリーじゃないからね、うん。コーチズデシジョンじゃないんだよ。ね。うん、リラード指もげて出てんのよ。うん、DJ マッカラも背中のディスク外れて出てんのよ。ね。何ソーネスで出ないって何みたいな。今じゃん。それソーネスで出ないと出ないって、レギュラーシーズンのロードマネジメントするときの理由で。何のためにロードマネジメントしてんの、うんうんうん、今のためじゃんみたいな。なるほどね、うん、いや宗太郎さんがここまで熱くなったの初めてちゃいます。いやいや違うの、アットされたからさ、もうあ名指しアットでなんかそんなこと言うわみたいな。いや別にいいの、それウェルカムだね、これディベートだから別にね、はいはいはい、みんなの意見も俺はウェルカムなの、別になんかいろいろ言われたからムカついてるとかじゃないの。でもその人は俺のことアットしてくれた勇気があるから俺はすごいウェルカムだしリスペクトしてるの。だから、うん、だったら I have my rights to say what I want in my program ね。なるほどね。ね。だから それがディベートじゃん。ね。うんうんうん、全然もうだから来てくれていいの。いろんなこと言ってくれていいの。うん、でもそれに対して俺もこういう気持ちで言ってるんだよっていうことを言っていいし、それが別に納得してくれてもしてくれなくてもいいけど、うん、ディベートがどん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 盛り上がっていくことがこのコミュニティのいいことだ。なるほどね。そうそう。いや、それは、いや、I respect both sides。そうそう。まあ、宗太郎さんの言ってることも、その後してくださった方の言ってることも、そうそう。一理ずつあると思いますけど、うんうん、まあ、個人的には KP はやっぱ嫌いですっていうのが結論。俺は大好きなの、俺は大好きなの、俺はやっぱ見捨てらんないのよ。俺は見捨てらんないわけよ彼のこと。だけどさいやだったらね OKC の時のラスト KD みたいになってほしいのよ、2大スーパースターとかみたいになってほしいんだけど、今もうバットマンとロビンみたいになっちゃってんじゃん。だってまあね、
いや、ルカは、まあ、しょうがないんじゃないですか、ルカがあのレベル、ルカがあのレベル行くって、俺も分かってなかったから、もう今はごめんねって感じなのよ。あれと張り合わせようとしてて、ごめんごめんみたいな、あれはちょっとレベル違うわって感じなんだけど、でもやっぱ彼にも、彼の、はいはいはい、I want him to hold his ground too、ね。うん、どっかで大爆発して、ね、これは KP の試合だったね、このシリーズは KP のシリーズだったねっていうのはやっぱ作れると思うから、今後に期待します、それはね、うん、なるほど、わかりました。クリッパーズはいいっすかね。じゃあ、これどっち勝つの、それで言ったらクリッパーズ勝つの。いや、もうわからないですよ、わかんないね、もう今回のでも全くわかんなくなった。うん、一つ今パッドベブがどういう状況なのかわからないですけど、彼戻ってこれたらどうなるのかなと、うん、というのは、毎回ね、こうルカは、最後の方はカワイにマンツーマンされてましたけど、うん、絶対スイッチ、うん、ハードウェイをガードしてる、ルー・ウィルとかあとレジー・ジャクソンとかにスイッチさせてたじゃないですか、うんうん、ちゃんと数字は見てないんですけど、うん、試合を見てた感覚で言うと、うん、結構カワイとか PG とかモリスがルカのことガードしてる時は、うんうん、まあまあ止めることができてた、うん、少なくともルカがもう完全にボコボコにするっていう印象ではなかったんですよ、うん、だからそこのところ例えば、まあ、ルーはね頑張ってたけど、例えばジャクソンの代わりにパッドベブが戻ってきたり、うん、で、まあ、最悪ね、ガードポジションでは、シャメットとパッドベブとかにすると、うん、シャメット結構最近ディフェンス頑張ってますから、うん、そうなった時に5人ともスイッチできるクリッパーズのディフェンスになった時に、うん、じゃあどういう風に試合が変わるのかなっていうのはすごい見たい、うん、でもパッドベブが戻ってこなかったらそれ見れないからね。ちょっとね、戻れなそうな気配あるよね、なんかね。どうなってるんですか。あと、ディフェンスだけじゃなくて、彼やっぱエモーショナルリーダーですから、クリッパーズにとって。ね、うん、今の感じやと、ちょっとシクサーズっぽい感じしません？なんか、爆発しないままね、PG がまた、イップス PG になっちゃってね、なんかね、あれですよ、プレイオフ P とか偉そうに言ってましたけど、うん、パンデミック P ですよ彼今。いやいやマジで、あんなリラードにさ、リラードにあんな突っかかってさ、その後これ、うん、って思うよね。リラードがもう トロールしないのがもう不思議でしょうがないわ。まあ PG これでね、多分ゲーム 5PG ゲームが来たりするんでしょうけど、でも4試合連続来るよ多分、今バークレー状態ですからね。そうそうそう、 I guarantee it って言ってウォーって言ってるじゃないですか、バークレー。スイープスイープスイープもう言うたことと反対の結果になるっていうのがチャールズ・バークレーが予想すると全部外れて真反対になるっていう。真反対になる、うん、NYK 債券も今そうだよバークレー状態なんで。そうだよ、だそれで言ったら PG も活躍するし、うん、もうポルちゃんも活躍するだろうしね。そうですね、うん、いやこれどんどんもう今3あれじゃないですか、もう 2-2 やから最後3ゲームシリーズになる、うん、そうだね、からちょっともう一番楽しみかもしれないですね。次取ったらでかいよ。うん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 。次取ったらでかい。2-2 の時点でね、ゲーム5勝ったチームって8割ぐらいの確率で勝ちますからね。勝つよね。うん。いやもう楽しみです。大手かけられてから2連勝相当しんどいよね。相当しんどい。うん。うん、これ。プレッシャーどっちかというとクリッパーズにあるんじゃないかな。いや絶対あるでしょ、だって優勝候補ぶっちぎりって言われてんだですね、1回戦負けよこれで負けちゃったら。いや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 、
もう楽しみ、早う見たいわ、ゲーム5。めちゃめちゃ。でも、やっぱ日本にいると大変ですよね、夜中に。夜中の2時とか4時とか、朝の6時とか。もうだから俺何回も寝落ちしてるよ、見ながらもこんなの。きついっすね、ちょっと。もうニューヨーク戻ってきてくださいよ。いやもう本当に行きたいわ、マジで。ね。うん。コレンティーンしながら行くわ、マジで。待ってますよ。じゃあ次のシリーズが、はい、あ、ロケッツ最後ですよ、最後、うんうん、最後ロケッツ OKC、 ロケッツ OKC、 これね、クリッパーズマブスと同じぐらい楽しみな、シリーズです、個人的に、うんうん、4-5で、これロケッツさあ負けんじゃねえとかって最初言っちゃったから、うん、まさに俺のせいでこんなことになってるかもしれないけどOKC なんか勝つまで時間かかったわ。しかもあーねー、あれやと思うんですよ、アダムスの役割がはっきりとしてなくて、ずっとゲーム3もサードクォーターぐらいの時に思ってたのが、うん、これアダムスじゃないんだよな、アダムス好きなんですよすごく、選手としても人間としても、このシリーズではガリナリをセンターにして、でスリーガードでもちろんルードーと、この5人じゃないといけないんじゃないかなって思ってたら、オーバータイムでやっとその5人になってくれて圧勝したじゃないですか、オーバータイムでは。だからそれなんですよね、やっぱディフェンスになるとアダムスがジェフ・グリーンのことガードしないといけない、グリーンは本当のセンターじゃないからきついんですよね、アダムス的に彼をカバーするのは。まあ、まあ、2つ2点あるね、俺はやっぱりもうポイントセンターにジェフ・グリーンを起用したことがもう相当でかいし、ジェフ・グリーンよ、マジプレーオフでいっちゃんメインとかにしたらもうダメだって100チームぐらいがみんな思ってたね、それがポイントセンターに、ポイントセンターになってあんな化けると思わなかったし、そうですね、キャブスの時もポイントセンターで活躍してましたから、うん、もうそれなんじゃないですか、それ以外できないような気がしますけどね。でもこのシリーズのこのタイミングでこんなドンピシャハマると思わなかった、うん、これ。確かにね。そういや俺もなんかジェフ・グリーンが、うん、こうロケツはね、いつやったか忘れ、2月ぐらいやったかな、うんうん、ジェフ・グリーンをサインしたときに、うん、100% I'm 100% out、うん、This is a bad signing って思ってましたもん。絶対にグリーンはいつも通りですね、100チーム、うん、が期待して、ね、期待外れやったっていうのが何回もあったじゃないですか。だからほんまここ一番のびっくりかもしれませんね、このバブルで。やっぱりさ、GM とかからするとさ、条件も抜群なんだよね。うん。ね。6-9 ぐらいでウィングスパンあって、アスレチックで、ボールハンドリングもできて、全部の正しい判断ができて、ナイスガイでって、もう、なんでサインしないのっていうような、もう、書面上はもう完璧な選手じゃん、はっきり言って。はい。でみんな期待して1試合とかわーって盛り上がった後にさ、なんか3試合目とかあいつどこ行ったーみたいなさ期待したらもう本当に痛い目に遭うっていうんで、みんなさあーやっぱりあかんかったーって言って、次の GM がいや俺だったらあいつはどうにかなるって言って使って、あかんかったーってなって、もうそれの繰り返しじゃん。もうナンバーワンリストだよね、うん、ジェフ・グリーンはね、それ。ナンバーワンですね。うん、ナンバーワンだね。ディスアポイントオーファーストティームのキャプテンですよ。ね、キャプテンだね、うん、もう。
もうホールオフフェイム入るね。ホールオフフェイム、でも今回で外されました。今回外されたね、ちょっと。うん、もうちょっと、もうオールうますぎる。から外れ、うん、外されうますぎたし、調子良すぎる。結果出しすぎてる。うん、結果出しすぎてる。コンシスタンシーがありすぎて、そうそうそう、ありすぎこのチーム、うん。ダメダメ、もう2ゲームまでだから。そうですね。それやっていいの。そうそうそう。ほんまびっくりですけど。いやーすごいよね。あと、はい、俺のもう一個びっくりは、このシリーズでこんなにルドートの名前をみんな連呼すると思わなかった、ね。まあルドート、もともとレギュラーシーズンで、うん、こう一番最初に活躍した試合がハーデン相手で、うんうん、まあ、結構止めることができた、うん、あいつは何者や。うん、うん、ハーデンストッパー。コービーストッパー覚えてます？もう忘れてもいいぐらいの選手なんですけど、ルーベン・パターソンが自称コービーストッパーで、言うほどストップしてないけどなっていうような感じやってんけど、ルードートは間違いなくハーデンストッパーですね。何試合も連続でやってるから。チームメイトになる前の、うん、メッタとかの方がコービーにがっついててね、うん、メタワールド、ね、ここで、うん、ロケッツの時のメタ、ここで あれいいシリーズだ、うんうんうん、マルードート頑張ってるよマジで。頑張ってますね。もう、あ、もうニックネームつけるとしたら何にします？すっごい、OKC の MVP やと思いますよ、はっきり言って。これまでの秘密兵器よね、はっきり言って、うん、だって球界全部見渡したってハーデンストッパーなんか誰一人としていないんだからね。いない、いない。だからもう球界ナンバーワン、彼は。ルビオは、ルビオは脇で、脇でこうやってエスコートしてアッシャーかと思ったわ、俺。こちらへどうぞってやってて。どうぞどうぞこちらへ。確かに。ディフェンスではないですね。びっくりするわ。うんうんうん、こう動揺作戦。確かにね。いや。ちょっともうね。うん、あのシリーズはだけど、ちょっとこれから先もつれんのかどうかちょっと分かんないけど、うん、うん、長引くのかな。なんかさ、シェイがさ、うん、負けた後にさ、2試合目かな、うん、負けた後にさ、負けたけど、うん、1個解明できた、いろいろ解明できたみたいな。試合後に言ってんのコメントで、うんうんうん、で今回オーバータイムになってさ勝ったじゃん、はい、何が解明できたのか多分まあ後から分かるんだろうけど、それは言えてないんですね。そうそう、そうそう、だから何かが解明できてたとしたらよ、おー、それは面白いぞ。それは面白いことになると思う。2試合かかっ、2試合ね、ボロ負けして2試合かかったかもしれない、解明するのに。何かも、うん、何やろ、鍵を掴んでたとしたらおもろいなってなるね。なんだろう、シェイだって結構点取ってるでしょ、34点ぐらい。なんかそんなシェイ活躍しましたね。うん、そうそう。いやー、これゲーム 4OKC ほんま取ってほしい。これ 2-2 になったらおもろいよ。おもろい、うん、しかももつれてもつれてオーバータイムになってハーデンファールアウトだからね。うん、これもっとスモールボール対決になってほしいですね。あ、アダムスはもうこのシリーズでは、うんうん、大丈夫ですって、うんうん、ちょっと休んどいてっつってね、休んどいて、あ、うん、もう怪我もしましたもんね、ちょっとだけ。なんかオーバータイム、もともとオーバータイム出れなかったのは怪我のせいやったから、うんうん、でもあのファイブマンラインナップ、ガリナリーとドート、うん、でスリーガードって、ロケッツ相手やったらあれが一番なんじゃないかなとは思いますけどね。ちびっこ対決をね、どうする？ちびっこ対決、うん、ちょっと面白いね。
今までなかった NBA のプレーオフシリーズじゃね、ちびこだよってね。そうですね。いやで、まあ、まずサンダーとしてはラスをプレーさせることですね、うん、それが第一歩目。こんだけ調子良かったらよっぽど大手とかかけられない限りは温存だと思う。そうだからプレッシャーかけないと、まずゲーム4勝って、うん、勝って、うん、で3-2にしたら出てくる、うん、3-2まで出てこないと。3-2まで出てこないでしょ、もう。リハビリっていう名目の噛み合ってるから今いらないっていう本当の理由。まあね、ロケツ。名目はリハビリ。頑張ってるからね、ハーデンがベンチの時に、うん、ゲーム2でしたっけ、ゴードン。結構いますよね、いい選手。ハマってる選手がロケッツ。だから、いや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 、見たい。オーストリーバーズ大爆発するかもしれない。40点。40点。あり得る。メンタル的にはコービーだから、彼。的にはコービーですね。ディロン・ブルックスとかもメンタル的にはコービーやし、コービーだから結構メンタル的にコービーの選手だけど、スキルコービーはあんまりいいけど、スキルは別としてメンタルコービーが多いからね。そうですね。あ、これいいトランジッションなんじゃないですか。マンバ、コービー・ブライアントで、まあ、まずお誕生日おめでとうございますっていうのと、ありがとうございます、8月24日、そうね、コービーでマンバデイ、Rest in peace だね。まだなんか、R.I.P. いろんな記事出たけど、なんか俺正直あんま読まないかったっていうか、読みたくなかったっていうか、そうですね。うん、ガーンってなっちゃうから、なんか勝手に自分の中でどっかでいるっていうふうにもう思い込んでる節があるから、ちょっと。まだあれですね、まだちょっと早いですね。そうそうそう、まだちょっと早い。なんかあの記事バーッと出て、なんか、ちょっとまだ読む気にならなかったな、正直。それはもう同じです、完全に。けどまあ、あの、Rest in peace だね、マンバメンタリティで。Young Legend、ね、R.I.P. だよね。じゃあ来週になったらもうチーム減ってんだよね、多分ね。そうですね、もう木曜日からラプターズ、もうこっちの木曜か、されたよ、ね、はい、もうあのバブル早く終わらせたいから、あの危険だから、どんどん、あの終わったマッチアップからスタートするって発表して、ペース早いですね、ペース早める。だからちょっと怪我とかどうなのかなってなるけどね。確かに、まあでもね、みんなめちゃくちゃ盛り上がってんでね、俺らもまあチーム減ったらまた充実してね、観戦できるから、ちょっとここでパンパンと減ったらね、いい感じで見れるかな。そう、体力的にしんどいですね。 4戦連続の、もうこれ1週間続けてですから、この7日間で僕70時間以上はバスケ、ライブ生でバスケ見てますからね、昨日のデンバーユタの後半だけですから、ミスったの。体に良くないと思います。いや、正直マジしんどい。俺だってテレビで見て、パソコンで見て、でもうしんどいから寝っ転がりながら携帯で見てで、あの、眠くなって携帯が顔に2回ぐらい当たったら、痛ぇめっちゃ頑張ってるじゃないですか。そんな頑張ってんだけど、もう誰が誰だか分かんなくなるぐらい眠い時あるからさ。何が何だ、夜中はきついわ。きついよ、夜中は。日本のファンたちほんま偉いと思う。そうそうそう、だからね、
まあ絞ってね、見たいシリーズ絞って見てる見るっていうのもいいよね。でその後見逃しで見るっていうのも全然いいと思うし、うん、はい。なんでちょっと俺らだいぶ喋ってるけど、これトリミングできるかなこれキャリアハイですけど、キャリアハイだね。一回もうあんまりカットしないでやるっていうのもいいと思いますよ、生で。あ、うん、生配信みたいな感じ。字幕が大変だよこれ、字幕が、字幕がね。あ、字幕がやばいわマジで。一回あの生配信っていうのもいいんじゃないですか。今2時間普通に喋ったじゃないです か、 だからコメント欄の、うん、見る時間ね、時間ないし、なんか、うん、逆にそれが申し訳なくなるような気もする。そうね、うん、うん、ちょっと考えなきゃだね。考えないといけないですね、うん、長い喋り。再建民の話全然してないもんね全然してない、もうしてねまあメール、じゃあ来週はメール。俺がちょっと今日熱く喋りすぎたな、もうだからあの KP でマブズ、ま、KP の話題とかも全部カット。なんでせっかくあんな使う熱い熱い宗太郎さんもいいですよ、うん、ね、はい、全然いいよ。だからもうそういうコミュニティが欲しかったからね。今週はだから、ノーボイスメイル。いっぱい来てんだけど、次に再生します。なんせ映画分喋っちゃったから。キャリアハイ。キャリアハイ。キャリアハイ記録しました。トリプルオーバータイムぐらいいったから、ね。トリプルオーバータイムぐらいいっちゃったんで、はい、今週はね、もうプレイオフが熱かったっていうことで、1週間分喋っちゃったからね。まあ来週はね、ちょっと、チュッてなることをね。それかまあ、ね、プレイオフの期間は俺たち熱いままかもしんないね。熱いまま我慢できないからね、うん、だって今日かってこんな2時間喋るつもりね、うん、そんな予定じゃなかったのに。ない、うん、頑張りましょう。でも、うん、どっか違う回でさ、本当にその、はい、ボイスメールと E メールの、Q&A だけやる回とか作んないと、もうノータッチのままファイナルまで行っちゃうよ、このまま。確かに週2ぐらいでやった方がいいかもしれないですね。そっちを生配信にした方がいいかもね。あー、だからそれはいいかも。試合のこと全然喋んないで、その、うんうん、Q&A の部分だけを例えばもう1時間って決めてそこだけやると。はい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 、うん、そうですね、それいいかもしれない。うわ、生配信、まあこういうテクノロジーはないですけど、うん、多分こう生配信で誰かから質問来るっていうのももしかしたらもう できたらいいけどね。でもまあボイスメール溜まってるから、うん、生配信でもあのアナログで再生したらみんな聞けるんじゃねえの。そうですね、うん、おまあ生じゃなくても録画でもいいけどね。1時間でチャットその Q&A とかいろんなの取り上げて、うん、でトータルピースやめてやめてってね。笑ってるやん。いや、かっこいいなと思って。いやいや、違うでしょ、今の。ささやきながら言ってたもん。いやいや、いいっすよ。うん、まあまあ、ということでね、今週はだからもうちょっと、だいぶキャリアハイでダブル、トリプルオーバータイムいっちゃったんで、今回はちょっとご了承ください。BGM 的にね、はい、流してもらえればいいかなと思いますんで、はい、うん、いということで NYK 再建プロジェクトプレイオフ1週目ね、ちょっと熱く語っちゃいましたけれども、来週もプレイオフね、について喋、りましょうということで、以上、NYK 再建プロジェクト、宗太郎ピース。ではではでは、 Go Knicks Go Knicks。